どうも皆さんこんにちは、木更津です。今回ですね、いろいろ探索していて、この間ですね、スタングが言っていた館内にある13個の観葉植物全部見たらなんかいいことがありそうな気がするって言っていたので、それをちょっと実践してみようかなと思って、館内いろいろ回って今11個まで調べることに成功しました。で、11個を調べるうちに、美濃さんがねすごく邪魔だなと思って、セーブをした後に一か八かでこちらから話しかけてみたんですよ。そしたら霜降り肉を食わせるみたいなコマンドというかね、イベントが起きまして、今じゃねもうすっかり何も襲ってきません。機嫌が良くなっています。でもまだ1個しか食べさせていないので、まだ手持ちには霜降り肉があるんですけど、まあ他のはまだ食べさせません。いざという時のために取っておきましょうということで、まだね最後のというか、まあ、最後から2番目の謎が解けていないので、全部の霜降り肉を入手したわけではないのですが、それでもまあおとなしくなってくれているので、一回ねベニコのところに報告に行きたいと思います。ベニコさん、ミノさんは一応落ち着いたぞ。牛肉食べたらすっかりご機嫌になった。そうかい、ありがとうよ。しかし黒バラのトゲとやら勝手に檻を開けるなんて小尺なことを。一姫が解放されない限り館の中で何かまた悪さをしそうだな。ふん、私はあんな奴らに屈しないよ。保安官、早く見つけ出しておくれ。で、それよりもエリザベス保安官、あんたはなんでここにいるんだい。仁太郎の護衛をお願いしただろう。あ、そういえばそんなことをお願いされてましたね。めんどくさがってましたけど。ごめんなさい、すぐ行きます。まったくもう、それだけか、進展はしないんですね。やっぱ謎を解かなきゃいけないのかな。だって食材、遠くの目から食材ないよ。お、エリザベスがいる。あ、先輩、仁太郎くんがいないっすよ。どこ行ったんすかね。うわ、あいつ動くとドジなことやらかすから、同じ部屋に留まっててほしかったんだけどな。おやおや、早く見つけて護衛始めないと、またあのおばさんに怒られるぞ。どこ行ったんだ。本当におらん。観葉植物も一応ね、5階から1階まで回ってあっちかも見てみたんですけど、まだ11個しか見つかってないんですよね。どこにあるんだろう。まさか観葉植物外にはないですよね。あと2個どこだ。調べられない。何者かによって壊されたピアノだ。一体何のために。謎は深まるばかりだ。いや、何者かじゃなくて保安官でしょ。これに関しては全く謎とかないですから。謎解きができない。遠くの目？特大。壁の中にあるって。
特大とかないしな、壁の中にあるってどういうことだ？不思議な壁の中。不思議な壁って何？この壁は遠く離れた場所からの目だけが見つけることのできる幻の食材の下。遠く離れた場所からの目ってここの穴じゃないんだ。どこだ？幻の食材の下。まず幻の食材が見つけられないんですけど。いやもう本当におつむが足らん。ノータリンで本当すいません。不思議な壁の中に埋まっている。マジわからん。食材ってあのろうそくが立ってるやついいんだよね。わからん。クリスさんもミノさん心臓に悪いよ。これ牛肉食べさせることに何か意味があるんだろうか。1個あげれば十分じゃん。でもその1個あげれば十分な肉を今最後の1個を探そうと頑張ってるわけなんですけど、謎が解けん。てか二太郎どこに行ったの？トイレか？二太郎いますか？いない。まあね、分かってましたよ。ていうかピエーラほんと長風呂だなお前。あれ？あれ？ちょっと待って、睡眠薬なくなってる。なんで？取ってないよ。あれ？さっきまでこの棚の上に睡眠薬の瓶が置いてあったよな。なくなってる？二太郎か？ちょっと一応セーブします。誰を眠らせたいんだ？え、まさか地下とかにはいないですよね。あー、いないいない。で、食台ってね、聞いてここも怪しいなって思ったんですよ。食台の真下になんかあるからこの中に埋まってるんじゃないかって思ったんですけど、エンターキーを押しても調べられないし、横からやっても押すこともできないということで、まあここじゃないんだなーってがっかりしたんですけど、どこも調べられないからね、壁の中とかね。で、遠くからの目だけが分かるっていうのも意味わかんないし、檻の外から見ても意味わからんし。分からんし、二太郎おらんし。まあいないよな、こんなところには。ちょっと詰まったぞ。観葉植物も11個しかないしさ、何をしたらいいんだか。ここにも誰もいないと。二太郎本当にどこに行っちゃったんでしょうか。十字キーの操作慣れてなくて行ったり来たり来たって見にくいかもしれませんけど、ここにもいない。
ていうか睡眠薬も誰が持ってったんだろう。黒きバラのトゲ？似たろう？鍵を渡しちゃダメよって言ってるから墓場に鍵を置きに行ってはダメと。積んだぞ。ちょっとわからないのでヒントをもらいましょう。これね、もらったままずっと持ってたわけなんですけど、ちょっと積んだのでヒントをいただきます。起動ありがとうございます。音声ガイドに従ってあなたが占ってほしい項目を選んでください。これから何をすべきかちょっと聞いてみたいと思います。それじゃあ行くよ、レッツダンシング。音だけじゃわかんないんですけど、今回は愉快な BGM に合わせてコミカルなダンスに仕上げてみました。どうですか皆さん。だから見えないっつーの。はい、ダンシングコンプリート。じゃあ占いの結果をお伝えします。門の外から敵の姿が消えている。外に出て様子を確認せよ。マジかって感じだけど、どう？ネタバレはいらないです。じゃあ下に降りて扉を開けろ、開けて外に出ろってことでしょうかね。じゃあ1階に行きましょう。でももし敵が出てきて死んだら困るので念のためセーブをしておきます。まあもう何回もゲームオーバーなっちゃってるんですけどね、牛とかあれのせいでね。おお、勝手に焼くのか。ふーむ、やっぱり黒きバラの連中がいなくなってるな。本当に引き上げたのかな。保安官、これはチャンスですぞ。早く一姫さんを連れて館を出ましょう。しかしこれはもしかしたら罠かもしれない。ボーネット、様子を見てこい。おい、そこの捨て駒、奴らが本当にいないかどうか様子を見てこい。思いっきり捨て駒とか言うな。じゃあよろしく頼む。はいはい、わかりましたよ。ちょっと様子を見てくるだけですよ。ボーネット。はい。あ、いや、なんでもない。その、気をつけろよ。変な保安官ですね。え、マジで？これがボーネットの姿を見る最後の時になるとは想像もつかないスタングであった。あ、びっくりした。また騙されちゃったよ。いやいやいや、何勝手なナレーション入れてるんですか。帰ってきますよ、姿見せまくりますよ。もう騙されないって言ったんだけどな、前に確か。あ、そう。まあいい、頑張るよボーネット。無事に帰ってきたら僕の娘との結婚認めてやってもいいぞ。希望クラゲ立てんなし、お前娘おらんやろ。娘とかいないでしょうが。無理やり死亡フラグ立てないでください。ちょっとコメントが被るんですけど、やめてください。あ、ボーネットが囲まれた。キー、やっぱり待ち伏せしてた。保安官、助けてください。ん？奴らが追ってきました。助け。まあこうなるでしょうね、分かってましたとも。わあ、ボーネットは何回殺しても死なない男なので大丈夫だと思います。分かってくれ。お前を助けようとして門を開けると、
やつらが館内に入り込む危険があるから心を鬼にして門を閉めたんだ。嘘だな。心を鬼にって別に今回に限らず保安官は常にいつもエブリタイム鬼でしょうが。なんかトリックみたいな言い方するな。とりあえずやつらは、とりあえずやはりやつらはこの先に待ち伏せしてたのか。諦めたわけじゃないってわけだ。やつらはまたこっちに来るかもしれませんから、とりあえず門は閉めておきましょうよ。トリックもしわからない人のために言うとあれですね、推理ものなんですけど、山田直子っていう役が主役なんですけど、すべてまるっとつるっとお見通しだとかいうセリフがあるのでちょっと似てるなって思っただけです。困ります。おお、食堂の方から私を求めるめどみちゃんの声が。行ってみましょう、今すぐに。いや、お前を呼んでるように聞こえる要素は一切なかった気がするが。じゃあ食堂にね、セーブをしてから行きましょうか。めどみさん、一緒に飲みましょう。そして明日は僕とデートとか、きっと楽しいと思いますよ。飲むなら早く飲んでください。片付けられません。片付けなんて僕がやっておきますから。そんなことより明日はどこに行きたいですか？トレーニングジムで一緒に汗を流したり。片付けといてくれるんですね。じゃあ私は部屋で休みます。そしてトレーニングを終えた僕にめどみさんがこれ使ってってタオルを。もうまさに青春爽やかカップル。もういなくなってるんですけど、もしもーし、もしもーし。おい筋肉バカ、もうとっくにいないぞ。あれめどみさん、君たちいつの間に。僕は忙しいからちょっと出て行ってくれよ。で、またおもむろに覗き始めるし。彼はそこの壁に開いた穴からあのメイドの部屋を覗き見るのが趣味らしい。カレーそのかけらもないゲスの極みだね。うお、ナインハルトさん、いつの間に。知ってたんならメドミに覗かれてることを教えてやったらどうだ。彼の趣味のことはみんな知ってる。メイド本人も気づいてるんじゃないか。まあ彼女の場合気にも留めなさそうだが。ちょっと松千代さん、このくらいにしておきなさい。お？一人で見ようなんてずるいですぞ。早く私に代わりなさい。お前、そっちかよ。おい、君たち。ん？ちょっと見てくれ。部屋に変なやつがいる。なんだと？おっと。黒木バラ、こんなところに潜んでいたのですな。保安官、チャンスです。今すぐ捕まえましょう。よし、任せた。ははー、走りか。ってなんでですか。保安官が行かなくてどうするんですか。ち、惜しかった。仕方ない、行くか。じゃあ僕はご主人様たちを呼んでくる。それでは私はここで華麗に待機することとしよう。つまり何もやらないんですね。華麗に待機とか意味がわからん。ちょっとセーブ。この後何が起こるかわからないのですが、一応セーブもできましたし、ここで一度区切りを入れたいと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。それでは。